垂れた。髪の毛もね、めっちゃ久しぶり、前日に美容室行ったんだけど、めちゃくちゃ短くしたわ、髪の毛。久しぶりに。あ、もう暑いから短くしようと思って。この短さにしたの俺人生で初めてかも。でも太ってる時にする髪型じゃねえなとは思ったんだけど、ね、顔がでかく見えるから余計。ミリオン優しそうになってたでしょ。レイジ行けばミリオンのキスできますかできません。今まで一番似合ってた。そう。なんか前その同じ美容室行ったんだけど、前そのマスター東京行った時と、その時美容室、その時の美容師の人が、まあ、結構短いのも多分似合いますよみたいな言ってくれたから、まあお世辞かわかんないけど、まあ、短いのもしたいなと思って。最近ね太ってね、マジで汗っかきがさらに2倍ぐらい汗かきになって、もうあのデコ汗がやばいね本当に。だから前髪とかあったり髪が長いと本当にやばくて、暑すぎて、だからもうめちゃくちゃ短くした。太ったせいでやばい、その美容師見る目ないなっていや俺がその時より多分太ってるから、さらにね。いつか竹チェーンソー相撲取ってくれ。竹チェーン多分足元すくえるから余裕だね。竹チェーンは結構喋ったね。甘いもの食べすぎ、うん多分そう。まあでも正直村毛のメンバーのせいなんだよな、俺が太ったのって。もうイライラしすぎて甘いものを食べないとやっていけなかった、本当に最初の頃。血管ちぎれそうだったから普通に毎日。毎日糖分取りまくってたんだね、本当に。責任転換やめろ。アブソル君にもキレるの、今キレるというかまあ普通に。気に食わないことがあったら言う。みんなそういうあれでいいと思うから、俺は別にチームは。自分の意見はね、みんなね、ストレスのない程度に言った方がいい。言い方とかは気をつけないといけないんだけど、俺も。みんなもそれぞれね。甘味じゃなくて、運動でストレス発散しとけば太ることもなかった。それはそうなんだよね。やばいよ、俺活動中とか本当にチョコレートとかなんか甘いなんかお菓子とかもう本当に常に食ってたもんね。あとレッドブルとかもらった、レッドブルとかモンスターとかもガバガバ毎日飲んでたし、コーラとか1日1本その炭酸飲料と甘いお菓子系のもの食べてたから、それは太るよね。半年間そんな生活したら太るよ、それは。運動もせずに。トンボがミリオンさん太ったねって配信出てた。うわ、トンボさんひどっ。あの、ビジュとかさ、アデさんは太ったって普通に言ってきて、で、トモさんは、いや、ちょっと大きくなったねっていう、なんか言葉をさ、柔らかくしてくれてたのに、配信では普通に太ったって言ってたんだ、トモさん。ひど。外面だけはいいんだ、トモさん、やっぱ。ひどいね。ああ、ちょっと、確かにちょっと大きくなったね、みたいな、その言い方すごい優しかったのに、トモさんは。あ、トモさん、言い方優しいなと思ったのに。うわ、マジ。配信だとそうなんだ。きつ。聞いちゃった、普通に。ああ、今目の前にさ、チョコレートあるんだけども、チョコレート食べようかな、普通にイライラしてきた。トンボ次ミリオンにやったら肩パンするって言ってさ、なんでやねん。え、普通に、え？え、普通に、なんで暴力？俺も鍛え直そうかな、じゃあ。土方のパワー見せちゃおうかな。こっちは実用的な筋肉を兼ね備えてるからね。